こんにちは、愛知二郎です。本年は天皇陛下のご退位による御代替わりが行われ、新しい時代を迎える歴史の大きな節目の年になります。思えば平成の日本は近現代において初めて戦争のない平和な時代でありました。しかし一方で大きな災害に見舞われた時代でもありました。我々は東日本大震災を経験しました。震災は例えようもなく辛く悲しい出来事でありましたが、全てを乗り越えて新しい時代を切り開いていかなければなりません。言うまでもなく、国家の基本は安全であります。我が国を取り巻く状況は流動的でありますが、いかなる場合でも国民の生命財産を守るため、憲法がどうあるべきか、自衛隊の役割を含めしっかりと議論しなければなりません。もちろん安全保障はまず外交であります。力ではなく外交カードである ODA を改めて戦略的に見直し活用してまいります。私は父の時代から30年にわたり環境問題に関わってきましたが、気候変動は待ったなしの深刻な課題となりました。この変化に対し機動的かつ的確に対処しなければなりません。台風や洪水等自然災害から国民を守るため、国土強靭化を進めてまいります。また気候の変動は食料安全保障にも大きな影響を与えます。農業の担い手を育て、水産資源を守り、日本の食を確保してまいります。さらにこの気候変動に対応するにはエネルギーも持続的に確保していかなければなりません。震災後再生可能エネルギーが注目されましたが、長年にわたり普及に努めていた私にとってありがたいことでもありました。しかしだからこそその限界も冷静に受け止め、責任ある議論をしていかなければなりません。国際紛争の原因は食料であり、エネルギーであり、経済であります。経済が力強く安定的に成長することが何より平和をもたらすことでもあります。富を生み出すため国民の金融資産を有効に活用することが必要であり、そうすることでデフレ脱却を確実にし、力強い経済成長を実現してまいります。また持続的に経済成長をするためには、それを牽引する人材を育てていかなければなりません。そのために必要な教育改革に取り組んでまいります。特に何事にも批判的になりがちな日本の社会において、前向きな思考を育てていかなければなりません。若者にとって社会保障費の負担等、やらなければいけないことは膨大ではありますが、それに倍する前向きな政策を実現して明るい未来を作り上げてまいります。このように国内外には多くの課題がありますが、全ての基本は政治であります。平成の初期には政治改革が行われましたが、この平成の政治をしっかりと検証し、新たな時代にふさわしい政治を作らなければなりません。そしてこのことは私の歴史的な使命であると考えております。政治家とは本来多くの皆さんの未来を託される存在ではないでしょうか。宮城の未来を私に託してください。必ず皆さんの期待に応えてまいります。自民党令和日本新しい時代、国民一人一人の未来のために、自民党は走り続ける。今日も明日も全力で。自民党総裁の安倍晋三です。日本の明日を切り開く、私たち自民党にお任せください。宮入りの皆さん、宮入りの明日を切り開く、愛知二郎、愛知二郎さんをお願いします。